即汗極激辛一味プラスペヤング焼きそば。どうもケンちゃんです。どうもじゃないです。 H リーパー曲馬です。本日の企画いいよ。すごく辛いの予算100円で一番早く食べたやつの勝ち。キョンクマチャンネル。よく考えたら激辛ペヤングのさ、ごく激辛系あるじゃん。これ系ってさ、動画にしたことあんまりないよね。いやー違うね。なんか変わった動画とかゲームやったりするけどさ、これ食べるだけだとさ、うちのチャンネルじゃさ、みんな満足しないと思ってさ、やんなかったじゃん。あとは普通にお腹嫌だから間違いない。お腹痛くなるじゃんこれ。なるんだよ。これは皆さん知らない人にもお伝えするんですけど、ペヤングさんがね、はい、結構面白いことを数年前からね、やり始めまして、めちゃくちゃ辛いのをどんどんやるということで、なんでこんなことするんだろうね不思議じゃない？なんか YouTuber の人とかいろんな人が取り上げるから、うん、なんか面白いのかな。壮大だね。でね、今回ね、一味プラスでね、まあ今一番辛い、これやばいらしい、マジでやばいらしくて、一番辛いって言われてるんですよ。これを早食いします。ただ早食いではなく、みんなで予算100円以内のもので、誰が一番これを早く食べるかという、こうなっております。それを持ってきて、みんなで早食いになります。ちなみにですね、僕は多分この中で一番辛いのが得意です。で、2番目がクマくん、3番目がまあ将軍で、4番目がエイジなんですね。エイジくんは辛いものが苦手だったんですけど、最近なんか悔しいから食べれるよって、プライドが味覚に勝ったね。そう、これプライドで抗える辛さじゃないよ。これは無理です。という感じで予算100円のものを挑戦していきましょう。の前にみんなで牛乳飲みまーす。これ大事、これ大事よ。乾杯。激辛激辛、これが一番大事。食わせ、ごく激辛、一味プラスの作り方。まずは横をこう、スライドして開かないんで、後ろから開けましょう。バーン。そして前をパカッと開けると、こんなヤバそうなソースが隠れております。ちなみに、火薬とふりかけはいつも通りな感じですね。ここにお湯を投入していきましょう。ちなみに、いつも通りじゃなくて、これ一味ですね、きっと。それでは、タレの方を入れていきます。はい。やばいですね。うわぁ、すげぇな。一味だ。ああ、ちゃんと。エイジ気絶すんじゃない。できました。ではまずみんなで普通の状態の激辛ペヤングを食べてみましょう。うん、俺ちょっと先行ってみるね、これは。きょんちゃんが得意だもんね。そう。これもう病気だ。え？俺今一番辛そうなとこどこだろうと思って探してた。で、演出とかじゃなくて普通に辛いとこ食べたいなってなって今選んでた。でもね、俺もさすがにこれ無理なんだよね。いただきます。おい大丈夫かな。おいうめえうめえダメだ俺うめえ勝負だね。クモの一ミリもいい日今のマジ、うん、全然いい。クモ食ってもクモ食ってもでもこれ今回のやつ今までと比べてもかなり弱いって、ね、いろんな人の動画見たけど。じゃあいただきますね。結構いったね。ね、俺とクマの辛さ大丈夫結構おかしいから割と平気。割と平気でしょ。えぇ、ー、辛い、めっちゃ辛いよ。全然平気。めっちゃ辛いけど、どうなっちゃうんだろうって心配してたほどではなかった。うん、でも辛いよ、ちゃんと。あ、辛い辛い。俺も最初のハードルが高すぎたから、これなら全然平気。なんだこんなもんかしら。あれでしょ。うん、あんなに話題になってたのに。いや辛い、ちゃんと辛いが辛い、ちゃんと辛い、うん、後足だね、後足辛い。え、これ、うん、中本とどっちが辛い。それじゃない、断然。うん、中本の方が辛いけど、そんなずっとピリピリくる感じだ。これはなんか痛さがある。うん、じゃあいただきます。量考えろ。苦手なんだろう。どういうギャグかまそうとしてるの。なるほどね。ちゃんとこの辺り痛い。痛いっす。遠ざけたな。いや、うめえじゃねえんだよ。それではクマ君、はい、ペヤングの準備できてると思うので、自分の持参したものをお見せください。はい、私が今回お持ちしたものは、いや強いよ、超シンプルに砂糖です。いやどうなんだろう、ちょっと言い忘れてたんですけど、グラムは 50g でございます。はい、じゃあお砂糖をごく激から1プラスに突っ込みます。 50g どっさ、結構あるな。なんか逆にきつい気してきた。確かに。なんかさ、砂糖の量だけでなんか時間かかりそうだね。うわ、すげえすげえ。すいません、こっちのカメラ回ってなかったんですけど。はい、もうこれお砂糖入ってました。入ってます。結構衝撃映像だったんですけど、もうすっかり砂糖見るかけないです。それでは準備の方よろしいでしょうか。一口だったら思ったよりは平気だったけど、この量を食うっていうのが結構未知数のとこあるじゃない。それでレイくん、いった、いいね。あれ、え、あ、早い。あ、忙しい。辛い、辛い。辛いんだね。まあ意味ない。何何何、量あるな。辛い、辛いじゃん、やっぱり。入れる量が違うから、さっきより全然辛い。うっ、おい、来た、おい、来た、やばい。すご
ごいな、早いな。あ、でも早いんじゃない、クマ。早いですね。クマ口が大きいからね、入るんだよね、気になるすごいね、めちゃくちゃ辛い時に出るやつ来るじゃん。え、辛っ、うっちょっとやばいかやばいよ、クマがクマが痙攣を起こし始めてる。すげえ、マジか。終了。痛い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 、やだやだ、どんぐらいやだ、何に例えるやだ、ちょっと分かんない、分かんない、昨日聞いたこと出てこなかったそれでは勝負のターン、はい、まずは物を見せていただきましょう。テレテレテレ、じゃあ蜂蜜です。いや蜂蜜いいね、健康でさ、今日みんな選んだものの中で一番まずそうだよねおそうなことない、いや、うん、どうだろうね、あ、結構おおいいんじゃない、砂糖より効力ありそうな気がする。確かに砂糖なんかね、全部溶けてデロデロになっただけでまとってくれなかった麺が、おいり、え、食べ良さそうだねでもね、なんかまずそうですそう、うな、まずそうか準備はいいですか、はい、もう何も見た目全く変わんないね、レディーゴー、よし、いきます。うわ、一口でかいのスタートからよし行きますの時間使ってるからどうだろう、変わってる、あ、変わってる、臭いぞこれ、待って待って、そんなに、マジで蜂蜜余裕、そんな一口でかいんだけどさ、今日ちょっとセーブしてね、あれ良すぎ確かにリアクションする時間まであ、来た来た、よく来ました、はい、なんか辛いんだよ、みんなショック出ちゃうんだ、出る出る出る、びっくりするね、はるれあー、やばい、来た、みんなすぐ出るんだねやばい、すごい、本当に止まんなかったかもしれない、これはちみつどう、はちみつ効果どう、うん、似てる、あ、でもね、カモフラージュされてるぞ、なんでその100で、カモフラージュ、大丈夫、あ、すごい、はちみつでもダメ、でも、まだマシでしょ、うまやばいな、やばいな、勝負、あ、心配になるの、いややばいじゃん、口の中お映しできませんでした、口の周りやばい、いや、赤くなってる、あの人早食いする気ないのやばい、いや、でも早いよ、早いよ、めっちゃ早いよ、え、クマの方早くない、いや、俺1分50秒ぐらい、今1分半一瞬ラスト一口とかじゃない、え、どう、うまいの、まずい、まずいんだね、やだね、幸せない時間だね、最悪の時間ですね、はい、震えてやっぱ超多いのきついんだ、はい、ただいまの記録1分59秒39、あー、え、どっちか、俺のが7秒かってる、1分59、次の挑戦者ってもしかして、あの伝説の、あの伝説の、でんでんでてんでてでてんでんでてんでてでてん、あという感じで来ましたね、という、いや、エイさん、見てましたよ、何を用意したんですか、はい、私、こちらのレモン汁を、それさ、前にヘンリーが言ったの参考にしたんでしょ、そう、本当に効くのかな、わかんない、僕、やったんですよ、試したんですよ、はい、確かに口の中はちょっと楽になるけど、これで、本当にどれだけ辛さが抑えられるのか、エイさん、よろしいですか、ちょっと待ってください、はい、あ、けど、本当、あ、レモンの匂いはする、いい感じ、いい感じかも、超超超いい感じ、超超超超いい感じ、いい感じ、わぁラボルレーション、いいですね、いきます、ちょっとごめんごめん、待って覚悟は必要、いけるいけるできるよね、一番今最遅い人が今のところ、まあ将軍だね、将軍、あとみんな2分ぐらい、そう、でもみんな2分切ってるから今、いきます、レディーゴー、いただきます、もうでかい、いいよいいよいいよ、あ、口入れてるから引っ張っちゃってるレモンはどう、レモンはどう、顔見えてるこれ、顔見えてる、レモンはどう、兄貴、兄貴、嬉しいと思います、レモンはどうなの、レモンはどうなの、兄貴顔色やばい、急に飲んじゃってるもん泣いてる、え、選手、あ、やばい、二口目が出ないな、これもうビビってるぞ、レモンはどうだな、よし
司が兄貴が泣いてる。1分経過しますよ、もうやばいじゃない、エイジ。レモンの効果ないの、ダメなのないのやばい、エイジが死んでるよ。いいよいいよ、もう鼻水と涙ダラダラじゃん。汗もかいてる、震えてる。ちょっと待って、これやばいんじゃない。やばいんじゃない、これ。まもなく2分経過です。ちょっと待って、ね。え、じゃあ鼻水が入ってるの。え、エイジ。ティッシュいる。エイジ、決めしますか。ギブアップ。体調不良により続行不可。エイジ選手、ギブアップ。牛乳のおかわりを。牛乳のおかわりを。牛乳だよ、だよ。なるよ、兄貴は。苦手あんだもん。よく頑張ったよ。でもダメだったんだ。全然効かない。エイジさんターン長すぎてめっちゃ伸びたんですよ。ちょっとでかいんだけどね。ねえ、やだ。はい、キョンちゃんのターンでございます。さあよ、岸打ち。はあ、大本店。いや、早食い激辛ではキョンちゃんだからね。そうだよね。はい、今回の僕が用意したのはこちらです。じゃん、マヨネーズ。そうだね、マヨネーズは辛さは抑えられるじゃん、うん、だし、うまいじゃん。それ、兄貴兄貴大丈夫。僕のだけなんかパスタみたいになってる。え、大丈夫これ。大丈夫かそれ。ブヨブヨだけど、ちょっと待って。まあいいでしょう。ちょっと牛乳飲んどいてね。頼むぜ。はい、じゃあいきますよ。牛乳飲みすぎてお腹タップンタップンなんだけど。次いいよ、行こうか。はい、それでは最後、キョンちゃんの挑戦。はい、行きます。よーい、スタート。出た、バケモノ食い。いや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 、後悔するって。後悔するって、その食い方。やっぱすげーよ、この人。なんだよこれ。カットいらねえし。なんだよ、勝負になってねえ最初から。なんだ19秒って。やばっ。いや、え、19秒87。あー、辛さ感じる前に飲み込んじゃった。そんなに辛くなかったね。マヨネーズが膜入った張ってる間に全部飲み込んじゃったから辛くなかった。なんだよこれ。食べた。いや、飲んでたよ。うん、飲んだって、その食い方。え、なんでペヤング19秒ってやばくない。今僕見てんのはトミさん30秒です。普通のペヤングだけど。え、19、多分19秒。多分あのだいぶマイルドにさせてもらってるんで食べやすかったと思います。中さん53秒。え、いやでも僕これ言いますよ、本当にマイルドにさせてもらってるからだいぶタイムがね。あ、いや違う違う、あれなんで。みんな普通のペヤング、普通のペヤング。まあ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 。でもマヨネーズ入れさせてもらってるから。今ざっと見た感じ、はい、おかしいよね。何にも感じなかったから、そのだって滞在時間を短くしてたから。はいはいはい。でも嫌だ、早食い嫌い。本当に思ったら全然やりたくないんですよ。兄貴大丈夫。兄貴大丈夫。帰らない。兄貴大丈夫。兄貴、兄貴やばい。兄貴やばい。兄貴やばい。大丈夫。兄貴ちょっと寝てたね。休んでた、ちょっと。うん。